ガンビア米はアメリカ海軍の護衛空母、カサブランカ急行空母艦の19番艦。艦名はアラスカにあるアドミラルティ島のガンビア湾にちなんで命名された。砲戦で撃沈された唯一のアメリカ空母である。ガンビア米は当初、アバ七 -73 に分類されたが1942年8月20日にアクブ -73 に艦種変更され、 1943年7月15日に、再び区部マイナス73へと、監視変更された。1943年11月22日に、合衆国会議委員会の契約下ワシントン州、バンクーバーのカイザー造船所で、HC ジズウィッツ夫人によって浸水する。1943年12月28日に、QH チグトウィーン館長の指揮下収益する。 ガンビア米は、飛行から完成まで171日という記録的な日数で建造され、造船所の年間建造目標である18隻を上回る19隻目の艦であったため、カイザー造船所のボーナスベイビーと呼ばれた。1944年2月7日から2月26日にかけて、ガンビア米は、新珠湾及び当時マーシャル諸島のマジロ干渉に、 展開していた空母エンタープライズへの航空機輸送任務に従事した。その後、関西飛行隊の VC-10 を搭載し、サンディエゴと新珠湾で訓練を行った後、5月31日、サイパン島攻略に参加するため、新珠湾を出撃した。6月14日から7月9日にかけて、搭載機はサイパン島の公社法人地などを攻撃し、その間にガンビア米は、 対空砲火によって2機を撃墜した。続いて7月23日からはテニアン島攻略に参加した。8月16日にガンビア米はエスピリトサントに入港し、ここで艦長がクッドウィン大佐から WVR ヒューグ大佐に交代した。8月24日にエスピリトサントを出港した。ガンビア米はヒトカンベーホワイトプレーンズ駆逐艦4隻と共につらぎ島へ向かった。 その後、ペリリュー島攻略に従事し、10月20日からは、レーテ島攻略と続く、レーテ沖海戦に参加した。1944年10月25日、第77任務部隊第4軍第3集団の一艦として、サマール島沖に展開していた、ガンビア米は6時59分、大和はじめ戦艦4隻、従順洋艦6隻、軽順洋艦2隻、 駆逐艦十11隻からなる日本海軍第二艦隊と遭遇、艦隊最高尾に位置したガンビア米は日本艦隊からの集中砲火にさらされた。8時10分、砲弾一発が飛行艦班無限最高尾に命中、火災が発生した。この時使用された日本軍の砲弾は戦艦などの重装甲を貫通することを目的としていたため、 ガンビア米の薄い装甲板に新艦が作動せず、貫通してしまい、艦上部には刺して、ダメージを与えることはできなかった。しかし、喫水戦火に命中した砲弾は浸水などの多大なダメージを与えた。ガンビア米の最後日本艦隊の戦艦混合、従順トネ、チクマ、ハグロからの砲撃を受け、ガンビア米は多数の命中弾を受けた。浸水のため全部機関室が放棄され、 速力は11ノットまで落ちた。8時40分には、環境と後部機関室に砲弾が命中、艦は完全に停止した。8時50分、ガンビア米のヒューグ艦長は、総員体艦を命じ、9時11分、ガンビア米は沈没した。最終的に、ガンビア米の乗組員、VC-14 員合わせて133名が、戦死した。ガンビア米は、 第二次世界大戦の先行で4つの従軍聖賞を受賞した。また、サマール沖海戦での英雄的行動で両艦と共に主君部隊賞を受賞した。今日、ガンビア米の戦いはアメリカ海軍の士官候補生が必ず学ぶ内容となっている。アメリカ海軍とポーランド海軍の協定が成立した1944年前半にガンビア米は ポーランド海軍の水兵を訓練のため受け入れた一隻であった。このガンビア米の戦没でポーランド海軍士官35名が戦死している。なお、ガンビア米の沈没の際にそばを通った栗田艦隊のうちの一隻が沈みゆくガンビア米を撮影している。原画はおそらく終戦直後に破棄されたものと思われるが、写真そのものは1944年12月8日に、 朝日新聞をはじめとする各新聞に掲載されたようで、それらの新聞祝刷版でのみ、その写真を今でも見ることができる。ありがとうございます。